どうも、狩猟冷ややっこです。ザ・ハンター、コール・オブ・ザ・ワイルドやっていきます。今回は、このゲーム最高難易度のミッション、パルケ・フェルナンドのトロフィーコレクションのクリアを目指します。パルケ・フェルナンドの7種の獲物、すべてのダイヤモンドを狩猟して飾るというミッションです。では、挑戦、スタートです。最初は赤島アジです。ダイヤモンド。マイナー個体で当たりがいました。まずは1匹です。赤島アジはクリア済みですが、ベリーイージーがいたらつい打ってしまいます。ダイヤモンド。赤島アジ、2匹目です。次はピューマです。ピューマのダイヤは見つけるのが特に大変なので、早めに見つかってよかったです。ではトロフィーを確認します。0.1 足りない。まさか、ミッションで経験することになるとは。次、行きます。ひょっこり、レジェンダリーの証が出てきましたが、死人レートがダイヤ評価に達していませんね。ダイヤに転生して出直してきてください。はい、ゴールドでしたので次行きます。さて、ここから2月22日のアップデート後です。新武器がかっこいいですね。今回のミュールジカはダイヤモンドかゴールド、どちらでしょうか？ゴールド、残念ながら今回も詐欺でした。トロフィーのアイコンがゴールドらしくなりましたね。次行きます。ミュールジカのリベンジです。先ほどのミュールジカよりも立派に見えます。今回は期待できそうです。ダイヤモンド。新しいトロフィーアイコンがダイヤモンドがキラッと光るのがいいですね。これはいい角をしていますね。ミュールジカで2匹目のダイヤモンドです。では次の獲物を探します。別の音声が入ってしまったのでゲーム音声はなしです。同じ群れにレジェンダリーとミシカルがいました。なかなか珍しいんじゃないでしょうか。しかもミシカルの方が死人レートの上限が高いです。ミシカルから回収します。ゴールド、やはりミシカルで、ダイヤモンドはまず出ませんね。次はレジェンダリーを回収します。残念、こちらもゴールドでした。あと、2.5 点足りませんでした。次はダイヤモンド、お願いします。今度はダイヤ確定の期待です。死人レートの上限が高いので、点数も期待できそうです。ダイヤモンド。176点で、点数も高めでした。これで3匹目です。では、次の獲物を探します。メディアムのブラックバックです。死人レートは、ダイヤモンドの評価、ギリギリですね。ハートショットできたみたいです。ダイヤモンド。かなりギリギリですが、ダイヤモンドです。これで4匹目です。
めっちゃ目つきが悪いです。またまた赤島味です。やっぱりベリーイージーがいたら見逃せません。あ、飛ぶのはちょっと待ってください。ん、浮かんでくる気配がありませんね。次はアクシスジカです。アクシスジカは、なんと、同じ群れにメディアムが2匹いました。1匹ずつ仕留めてもいいですが、せっかくですので2匹同時に仕留めたいです。2匹がいい位置に来るまで待ちます。視認レートの上限が264と242ですね。手前の高い方から確実に狙っていきます。ここなら狙えそうです。緊張しました。心臓がバクバクして辛いです。視認レートの低い方から回収します。ダイヤモンド、これで5匹目です。次は視認レートの高い方を回収します。ダイヤモンド、同じ群れで2匹のダイヤモンドは初めて経験しました。トロフィー評価もこちらの方が若干高いですね。では次の獲物を探します。今度はアカシカです。ちょっと見づらいですが、撃つ分には問題ありませんね。いい角ですので期待できそうです。ダイヤモンド、アカシカの一匹詐欺に遭いましたがクリアです。これで6匹目。最後に残ったのはやはりピューマでした。またまたまた赤島味です。やっぱりベリーイージーを見逃すことはできません。ダイヤモンド、同じ獲物でもダイヤモンドの瞬間はとても嬉しいです。はい、例によってベリーイージーの赤島味です。ダイヤモンド、赤島味、これで4匹目です。新しいマルチトロフィーマウントが出てほしいです。ようやく見つけました。レジェンダリーのピューマです。今度はダイヤ確定の個体、あとは致命的ヒットを取るだけです。ダイヤモンド、これで7匹のダイヤをすべて狩ることができました。早速飾りに行きます。なんかアイコンが密集してますね。まずはブラックバック、アクシスジカ、ピューマ、アカシカ、水牛、ミュールジカ、最後に赤島アジを飾ってミッションコンプリートです。実績も解除されました。せっかくですのでロッジにも飾ります。バグ技を使って無理やり飾ってみました。こうしてみると壮観ですね。
今回のミッションパルケ・フェルナンドのトロフィーコレクションは恐ろしい難易度でした。ただしクリアできた時の達成感は格別ですので、まだクリアしていない方はぜひ挑戦してみてください。では今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。